にちは、さいがさくらです。ことまちのです。はい、今日はセブンティーン夏の学園祭で披露した私たちが踊ったブリングブリングの MV リアクションをしていこうと思います。はい、では早速見ていきましょう。スタート。懐かしいねすぐに懐かしい、うん、すごい、ちゃんと揃ってる、揃ってるね、うん、揃ってる、ね、なんか練習してるときはさ、こんなカメラワークがすごいって練習してなかったよね。ジェロちゃん可愛いわ。ここ揃ってる、揃ってる、ね、ここすっごい練習した、うん、すごい練習した。SP ポみんな気づいたのかな、ここが SP ポスターってこと。すっごい揃ってるね、うん、なんかあんまり疲れたっていう感覚なかった、うん、全然なんかもう結構練習して体に入ってたからね、プラス緊張で何もかみなかった。難しかったね。難しかったね。チーズのラストパート。うん、練習室でさ、練習してる感じとまた全然違ったよ。うん、そうだね。これ、うん、練習したの1回ぐらい。そう、まさか1回練習したので。そうだね。どう大変だったか。途中から振りが加わったりしてね。ルールが入ったり。細かいところだね。いや、みんな楽しそうだね。ね、すごいね。聞いたよ。本当はアーティストって感じ。うん。あ、おお。めっちゃいい感じ。想像以上にね。すごい。自分たちでもさ、練習してた時って鏡しか見てなかったじゃん、うんうん、こうやってカメラで撮られる自分たちの姿が、うん、またなんかちょっと違う感じがして、うん、なんか見てて楽しかったです。想像以上にかっこよく仕上がって、ね、本当に衣装もすごい、みんなそれぞれの雰囲気があって可愛いし、わかる、なんかね、スカートがブワーってしたりとか、うんうん、なんかね、楽しかった、本当にすごく、ね、本当に楽しかったし、うん、結構暑かったけど。そうだね。リハーサルでもうみんな汗かいちゃって、そうね、メイクさんにごめんなさいって言われた。このダンスするって企画初めてだから、うん、新鮮だったし、ね、なんか全部が新しくて面白かった。うんうんうん、シットキングさんにも、うん、サーカスの木さんにもたくさん感謝を伝えたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。私たちダンス部はこれからもたくさんいろいろなコンテンツをお届けしていきます。これからもチェックしてください。じゃあまたね。バイバイ。よろしくお願いします。